毎度ジョニーでーす。岸田さんが在宅勤務中にいろいろと大きな動きを見せています。岸田さんね、自称は話を聞く人と言っていますね。で、たまに人の話を聞きすぎて前に進まなくなっちゃいます。ですから政権発足時も先日の内閣改造もいわゆる前倒しで自分の思いを強引にね通しちゃってるんですよね。人にねガチャガチャ言われる前に決めろっていうことですよね。人の話を聞く岸田さんが人の話を聞かない環境を作っているのもなんか面白いですよね。それでね、今リモートでしょ、多分いろんな意味で邪魔が入らないじゃないですか。ですから今一気にやれなさそうなことをやろうとしていますよね。それで多分ね、これから大きな話題になるのが原子力発電所の議論ですね。ここに手をつけ始めました。次世代型原発の建設を検討するんですって。岸田さんね、次世代っていう言葉好きですよね。今回はその次世代原発って何を指して言ってるのかっていうことを調べてみましたので、その辺と原子力発電所に対しての僕の考えをねお話していこうと思います。それでは行きましょう。早速ですけども、次世代原発って何かと言いますとね、日経新聞の記事によりますと、三菱重工が開発を進めている原子力発電所を指しているようですね。なんでも技術革新された軽水炉型の原発で SMR と呼んでいるみたいですね。デジタル技術で事故の兆候をつかむことができるんだっていうことですね。小型な原子炉なんだけど発電量もね多いらしいんです。で、効率がいいらしいですよね。それからね、現地で組み立てることができる原子炉らしくて、建設工期がとても短いっていうことですね。建設が決定されたら通常の原発を作るよりも半分のね納期でね OK らしいんですね。この辺はね、僕はなんかプラモデルみたいに組み込んでね納期が短いよって言われても、逆にね原発でしょう、安全面がね怖い表現だと思うんですけどね、どう思われますかね。で、日本は東日本大震災を経験しますよね。福島第一原発の事故も経験しています。こんな状況でね、原発建設を言いますと福島県民の気持ちをね傷つけそうですよね。でも脱炭素を世界が提唱していてね、地球温暖化防止は進めていかなければならない。で、自然エネルギーの開発も大切なんですけども、そんなにね簡単に実用的なものが作れない状況です。で、 CO2の削減だけが先行しているような状況なんですよね。さらにウクライナの問題が加わって、世界は完全にね電力不足になってるんですね。これね、地球の命も大切ですけれど、経済で人の命も危なくなっている状況だとも言えますよね。ですから岸田さんは次世代型原発を推進してるんでしょうね。でも安全で効率が良くって CO2 排出がほぼないっていうこのロジックね、どこがね次世代なんでしょうかね。昔からね、原発って安全に注意して効率がいい、そして環境にもいいからというロジックで拡大してきた原子力発電所ですよね。だから次世代型って言葉で国民をね納得させようっていうのは少しねおかしいかなと僕は思っています。と言ってもね、批判を恐れずに言いますね。僕はね、原子力発電所を再稼働あるいは仕切り直してね、新しい原発を安全を確保した上で進めていくべきだとは思ってるんですよね。経済のことを考えるとね、で政治のことを考えてもね、綺麗事を並べてもなんかね、世の中の動きがこの辺りでねちぐはぐな気がするんですね。というのも、環境と経済でしょ、地球の未来と今の生命ですよね。次世代型という言葉を使うならですよ、持続可能な状況が大切だと思うんですよね。現在も未来もです。経済も環境もです。福島県で被災された人や原発反対派の方、本当にねごめんなさいね、相手はね、そういった考え方の人をね傷つけるつもりなんかはないんですよ。でね、もう少し僕の思いを言いますと、人類ってね火を使うようになってきたんですよね。で、火を使い始めた頃にはねやっぱり怖かった
ったでしょう。やけどもしたでしょう。で、大きな火事でたくさんの人がね、亡くなったこともあったでしょうね。それでも技術的に安全を求めて、今でも火をね、熱をね、使用してきていますよね。住宅で言えば、今だったらね、耐火設計の石膏ボードなんかがね、ありますしね。火ではないですけども、電気調理器具もね、増えてきましたよね。火事はこれで減少しますもんね。僕のちっちゃい時ってね、もっとね、火事なんか多かったような気がするんですけどね、最近あんま聞かないですしね。火はね、危険な存在から使用しながらも、かなり安全性を確保してきたんだと思います。でも、原子力発電所はね、どうですかね。もちろん、危険度が違いすぎますよね。でも、危険だから使用しないではね、未来がないような気がしてるんですよね、僕は。危ないまま、原発を推進して欲しくはないですよ、僕もね。だからこそ、次世代型っていう言葉で、ごまかしてね、欲しくないんですよね。どれだけいいシステムを作ってもね、所詮人が作ったものですよね。人が作ったものは人で壊されることがあるんですよね。また自然災害でも壊されることがありますよね。あとは時間で壊れていくものもあります。ですから優れたシステムって、優れた原発って、安全なね、原発って、一つ目として、地震や津波対策はできているのか、二つ目として、人為的なミスでの事故防止対策っていうのはどうなのか、三つ目、テロとか、万が一戦争になった時、原発がね、攻撃対象になった際、その対策ってどうなのか、そして、原発の重要な部分の素材ですよね。どんなものを使っているのか、あと経年劣化っていうのがあるのか、あったとするならばその劣化をどのように対応していくのか、この辺がねクリアできれば原発建設をしていくべきなのかなと思うんですよね。それが優れた原発で次世代型の原発だと思うんですよね。原発のね、是非を議論するチェックポイントっていうのがね、この辺なのかなとは思いますね。どうなんでしょうかね。原子力発電って地下に建設することって難しいんですかね。地震ってね、地下にあった場合、地震ってどうなんでしょうかね。テロとかね、戦争の攻撃とかはある程度対策になりそうですよね。もちろん同時進行でクリーンエネルギーの開発もやっぱりね、僕としてはしてほしいんですけどもね。はい、それでは今日はここまでです。僕と反対意見の人、もしね傷つけてしまったら本当にねごめんなさいね。いろんな意見がねあって全然いいと思うんです。ですから原発反対派のね否定をするつもりは全然ないんです。理想とね現実ってすごい難しいですよね。成り立たないこともありますよね。でも賛成派も反対派も同じ日本の未来を思って真面目に考えてのことなんですよね。そこでいがみ合いはないようにねしたいものですよね。それでは皆様お疲れ様です。さよなら、バイバーイ、またねー。